の日の悲しみ。動画のコメント欄みんなおしらさんのコメント感動失ったってはい、ではこんにちは、皆さんおはようございます。前回に引き続きか、どういう感じかわかりませんが、松浦航大くんでーす。はーいちょっと慣れたじゃん。はい、皆さんおはようございます、白澤です。やいというわけで、こちらの方はどなたでしょうかちょっとテンポはというわけで、まあ、前回は米津さんのモノマネをレクチャーしてもらったんですけど、今日はなんとおしらのモノマネを教えていただきたいと思います。はい、まあ、今回ね、このコラボに至った経緯もそうなんですけど、はい、松浦くんがチャンネルね、概要欄見てくださいね、概要欄でにあるあのモノマネのメドレー動画ですね、はい、デミオロメン3月9日の中にこれいっぱいいるわけですよ、スーパースターが。ケンさん、はい、ケンさんいましたよね。ケンさんもいます。ケンさんいました。桜井さんがいました。コモクロウさん、何でもいいです。コモクロウさんいた、隙間大橋さんいた、はい、っていうこの紅白出場歌手の中になんとシラスター混ぜてくれていや、もうスターなんで、もう YouTube 界の最強ボイストレーナー。ありがとうございます。もう一人で紅白歌合戦しちゃいますというところで混ぜていただいて、もう本当に反響がすごくて、コメント欄がすごかったんですよ。本当に本当にお探ししましたおしらの嵐だったんですよ。お探ししました。はい、本当にお恥ずかしい限りでございますというところで、本日はおしらのモノマネのやり方もちょっと教えてもらおうかなと思ってます。先生よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速、はい、どれできますか。イエスタでできますか。イエスタでさっきちょっとやってましたもんね。あ、イエスタででも全然、はい、イエスタでちょっと聞いてもいいですか、おしらのモノマネ。はい、何度失ったって取り返してみせるよ雨上がり虹がかかった、どうやってやったっけな、虹がかかった空みたいな君の笑顔。すごーい。こんな感じですか。すごい。松原くんのモノマネのさ、高台くんのモノマネのすごいところってさ、なんかこういうのって結構、まあ、バカにしながらやるみたいなところあるじゃないですか。あ、入れている世界のモノマネって、はい、あんまりそういう要素ないですよね。いや、もうもの、そうですね、バカにすんのはちょっと、あのちょっとあのあれですかね、オマージュじゃなくて、そうですね、あの大げさに、あ、そうコロッケさんみたいな、はい、まあそうですね、僕はどっちかというと忠実に再現したい派なんで。そう、今なんか全てがスッキリした。確かにそうだなと思った。今だからイライラしないんだいやよかったー、危なかったイエスタで、いや、歌えばいいのこれか、今の。あ、そうですね、いや、怖いな手術したからさ、ちょっと違うんだよね、声多分何度失ったって取り返してみせるよ優しい、優しい、すごいこれなんか特徴としてはどんなのがポイントとして挙げられるんですか。いや、まあ、声もそうなんですけど、どっちかというとあの口の開け方とアクセントの付け方が、あのなんていうの、ブラックミュージック特有のアクセントの置き方とかがすごいあるなと思って。なるほど。え、ちょっとじゃあみんながそれおしらのモノマネできるように、はい、口の開け方っていうのはまずどういった感じですか。米津さんのモノマネやらしの講座の時は横に開いてたんですけど、こんな、はい、今回は意外とちゃんと母音全部はっきり開けるんですね。あ、い、う、うはちょっとお気味なんですよ。でもあいうえをしっかり確保して今回は開けていくと。なるほど、はい、何度失う、がうじゃないわけですね、はい、失なじゃなくて、はい、何度失な、あ、そうです、失な、失な、うではなくうなんですよ。うおっていうのがまずポイントです、ね、はい、はい、ステップ2、アクセントっていうのはどういった、はい、一つ一つに結構置いてるかもしれないですね。何度失ったってやってるかもしれないですねちなみにリズムを出さないとどんな歌い方になりますか。何度失ったってってこう、うわ、そうだね、そうだね、流れるように歌うっていうか、おしらにすると何度失ったって、ちっちゃい通現象ですか。ちっちゃい通現象と、あとアタック、何度失ったって。分かった、できるわ、できるわって、できるの当たり前なんだけどえ、そうなんですよ、なるほどね、はい、でもこれで完成です、です、でも僕できないんですよ。あのおしらさんの高音が意外とビリビリセブンあるんですよね。あの
あ、僕それが苦手で、うん、天秤の歌の時に気づけないくらい分かった分かった、あそこ、あ、でも今できてたこと、今は割とただちょっと重いかもしれない、重いですよね、くらいに、あ、そうです、くらいにみたいな、あ、これですね、はい、そこが僕ちょっとできないんですよね、これはね、清水翔と呼んでるんです、私この声を清水翔太さんの、はい、ちょっと近くないですか、清水翔太さん、確かに、あなたはのかあなたはなんか、こういう感じなんですよ、ああ、なんか喉の奥が全部狭くて、ああ、空間が狭いので作ってる、はい、大森さんもね、出すんですよね、この子、ミセスの大森さんも、はい、確かに、ちょっと広いかもしれないですね、広いのか、楽器が大きいかもしれないです、そもそもすごい、今、本人に本人の歌い方を押したもう、やってみていいですかちょっと、ちょっと、ちょっと、お願いします、気づけないくらい、どん、もっと狭いですね、ラーア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 ーで、鼻に抜かないです、一切抜かない、抜かない、一切抜かない、うらー、あれ、あ、ちょっと近いです、あ、そう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 、くらいにくらいにってことですか、おお、ちょっとまたやらせてもらっていいですか、この動画ででもその高い声じゃないのもありますもんね、きっとありますね、あーらーらー、あー、すごい、あ、やってみやってみ、やばい、ちょ、歌詞が分かんない、グッバイイエスって言ったら何だっけ、遥か先へ進め幼すぎるゴリだと、これなんかさ、はい、字幕変換出すとさ、恋だとって言ってるのにさ、ゴリラ、幼すぎるゴリラとってさ、コメントがずっとそれしかつかないの、幼すぎるゴリだとって言ってた確かに、でも書きくけ世界もとかなんですけど、世界が広がらってやるじゃないですか、なんでかっていうと、はい、その方が楽なんですよ、ががなんかかって声帯の振動が止まるんですよ、一回、はいはいはい、世界がって声帯の振動が止まっちゃうんで、はいはい、難易度上がるんですよ、あー確かに確かに、なんで世界が広がらの方が、はい、音も取りやすいし、うん、だリズムが出ないんですよね、うん、そっちの本当はカーノが出やすいんですけど、これ面白い話ですねというわけで皆さん、おしらのモノマネするときは、はい、口の開け方、あいうえお、母音をしっかり確保する、はい、広げる、で、うはちょっと立てて、お気味ですね、はい、もう2点目がアクセント、はい、何度失ったって人間マリンバになるってことですか、まあ、プラス、はい、ぜひ声質についてちょっと言い忘れてたというか、はいはいはい、プラス息を多めに出すとそれっぽくなるのかな、はい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 、っていうのがありますね、息少なかったら何度失ったって、うん、おーおーおー、この綺麗綺麗綺麗、それを息をしっかり流してあげるっていうか、はい、何度失ったって、おお、ちょっとじゃあ逆にインタビューしてもいいですか、はい、これなんかモノマネの技術すごいじゃないですか、はい、この間の動画もそうだったんですけど、やっぱオリジナルの松浦航大がいるわけじゃないですか、はい、そしてやっぱシンガーとしても活動活躍されてると思うんですけど、はい、なんか分かんなくなっちゃったりしてないですか、これなんか俺なんだっけみたいな、いや自分のことは分からなくならないんですね、かっこいい、なんか村上春樹みたいな自分の理想の歌い方をしていれば自分になれるんですよ、うん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 、っていう、ただそれだけで、あとは真似をするのはやっぱりその型モデルじゃないですか、うん、ただ自分のモデルはその自分の理想像がいるっていう、それだけなんですよね、こっけたまに例えばカラオケバトルの、動画で僕出てるんですけど、そのコメント欄とかにたまに平井堅さん出てくるとか、はい、ここミスチルだったとか、ここ米津さんだったとかあるんですけど、まあそういう聞き方知ってくれるのもすごい、はいはいはい、まあ、もう確かにいい耳しますねみんなね、まあ、唯一なんかそれもそれで自分が唯一無二だなと思うし、まあ、もう一つはなんだろう、意外と別にこれ僕に限った話じゃないっていう、うん、はい、まあ、そう、まあ、おっしゃる通りですわ、ですよね、だって俺もスキマスイッチの大橋さんとか言われる時あるし、うん、米津さんに似てるって言われる時もあるし、それこそね、もう大森さんね、クーライニーのところとかは似てるってめっちゃコメント来たし、まあまあそのぐらいはあるってことですよね、はい、きっと多分それが僕の場合イメージが強いんで、うん、まあ確かにみんな聞いたことあるからその瞬間もっていうので多分来るんだと思う、あ、そう、混ざってはいないですよ、僕の中ではみんな一緒だよっていうことですね、うんうん、言いたかったな、ね、まあ、それはそうやな、はい、
しかもさ、もうすげえさ、どうでもいいんですけど、さっきからすごいイライラしたことが一個だけあって、はい、ずっと顔認証がね、松浦くんなの。めっちゃイライラ。顔っぽいんですかね。なんなんだろう。誰か人間マリンバや、ほんとに。いやマリンバ認証しろ、ほんとに。クソがと思いながら、ずっと永遠にですよ、さっきの一本もそうだし。俺もね、ずっとこうやってやってんだけど、はい、ずっとでこうやって近づいてみたりとかしてるんだけど、ただ普通にブレてるだけ。のぼやけるだけなんだ。そうか、なんかさ、でもなんか歌ってこれはなんか感覚的な話なんですけど、すごい真面目な話に戻りますね、はい、なんかその何も考えてない瞬間とかって分かるんですよって、まあ、分かるんですよって言うと分かんないけど、分かってるつもりなんですよ、はい、からただただモノマネで寄っちゃった時、何も考えてないで歌い癖で歌う時って、歌う人っているじゃないですか、はい、で歌い癖で歌っちゃった時で歌詞とか何も考えてないし、イメージも何もないんだろうなって思う歌と、ちゃんとイメージがあってそこに行ってるんだろうなって歌って、まあ、一応分かると思って生きてるんですけど、うん、はい、どうかな、そういうの難しいところですよね。でも分かる、分かりますよね、はい、分かります。人間ってそう嘘を見抜く能力ってめっちゃあると思うんで、そうだからただただミスルの桜井さんが出てきた出てきてないっていうのはまあどうでもよくて、はい、なんかブレた結果そっちに行っちゃったっていうのがないのがすごいっていう、まあすごい上から目線で今日は締めようかなと。ありがとうございます。嬉しいですよ、本当に。いや、あるじゃないですか、そのなんか、うん、あ、今なんか何も考えてるんだこいつみたいな、はい、隙がないのがすごいなっていう話だから、みんなと一緒にしないでよ。違うからね、そういうのなんか出てきてるしみたいな話じゃないから、それは出てくるんだよ、人間が歌ってんだからさ。というわけで、じゃあ皆さん、おしらになってみようのコーナーでした。青色松浦光大くんでした。ありがとうございました。概要欄見てね、 SNS 等々いろいろ貼っときます。バイバーイ。はい、顔認証されました。ありがとうございました。ありがとうございます。